こんばんは、キリュウです。ラットです。ボです。歴史はエンターテインメント。カシマシ歴史チャンネルへようこそ。今日はね、久しぶりにね、ドラマに出てこない鎌倉御所の面白事件を紹介する鎌倉御所事件簿パート4をやってみたいと思います。なんかいつの間にかシリーズ化してるけど、とりあえずパート4になるんですね、今回が。誰のお話なんでしょうか。ね、今日お話しするのは、吾妻助光です。あがつま、はい、知らないのも当然でね、うん、この人はねドラマにも出てきていないし、史実的にも吾妻鏡にしか出てこない、うん、ちょっと謎な人物なんですよね。だから実在していたのかどうかも疑われるような人物なんですが、でもねそこに面白いエピソードがあるのなら、歴史はエンターテインメントですからね、ぜひ皆さんにご紹介したいと思っちゃうんですよね。なので今日はね、へえそんな話があったんだぐらいのね、軽い気持ちでお付き合い願いたいと思います。今日の主人公の吾妻助光、三代目鎌倉殿の源実朝に仕えた御家人です。最初に吾妻鏡に登場するのが建仁4年1204年の1月のお弓始めのことなんですね。お弓始めっていうのは新年の最初に神前、神様の前で弓を射るっていう儀式で、鎌倉殿になったばかりの実朝にとっては初めて迎える正月の重大儀式だったわけなんですが、栄えあるお弓始めの射手に選ばれた6人の弓の名手の中に吾妻助光の名前があるわけなんですね。だからこれを見ても吾妻助光が相当な弓の腕前を持っていたことがわかります。ところが3年後の建永2年1207年の8月、吾妻助光は実朝の怒りを買って出仕を差し止められてしまいます。どんなことをしてしまったんですか、彼は。泣く必要はないのね。大丈夫、今日は死なない話。あ、よかった。鎌倉事件も割と楽しい話をね、主に選んでおりますので大丈夫でございます。この年のね、8月15日に鶴岡八幡宮で法上会っていうのが行われたんですけれども、まあ重要な儀式なんですけどね、最初から決められていた随票。随票っていうのは武装して将軍に従う武士のことを言うので、まあ今でいう儀仗兵みたいなね、感じの人たちですね。この人たちの何人かがねドタキャンしちゃったんですよ。なので代わりの人を探さなきゃっていうので、結構てんやわんやになって実朝の出発が大幅に遅れてしまって、儀式がおせおせになっちゃったっていう、まあことがあったんですね。だからなんかあの部学とかなんかもう夜になっちゃったんで、実朝くんも眠くなったのか先に帰っちゃったりなんかしてるんですよね。でまあこれっていうのは大失態なわけなんですよ。なので義時とか時房とか大江の広元とか前子三好の康信さんですね、お坊さんなんかが集まってドタキャンした御家人たちを全員取り調べたんですね、うん、そしたらまあ大体の連中は、いやー身内に不幸がありまして神域に行くのがはばかられたもんですからとかね、まああのやっぱ死んだ人っていうのはね汚れがあるんでね、神様のそういう領域境内には入っちゃいけないっていうことなんでね、そういう風に言ったりとか、いやいや急な病でねとかいう風な感じで、まあ本当かどうかはともかく、まあそれなら仕方ないなっていうような言い訳をしたわけなんですよね。それなのに吾妻助光、この人だけは晴れの舞台だというので奮発して鎧を用意していたんですが、その鎧をネズミに食われてしまいまして、それで参加できなくなったんですって答えたんですね。なんかバカ正直って言うんでしょうかね、嘘でもいいから急病だったとかって言えばいいのに、こんな風に答えたもんだからバカーンって怒られちゃったわけなんですよね。そもそも随票というのは鎌倉殿を警護する役目であって、自分をね美しく着飾ってアピールするためのものではないわけなんですよ。それを吾妻助光は大した身分でもないのに鎧を新調するとは何事か、普通武士だったらね鎧ぐらい持ってるはずですから、それを使えばいいのに、新調するっていうのはその初代鎌倉殿である頼朝さんの節約の精神にも反するって言って怒られちゃったわけだね。大体ね、その鎌倉の鶴岡八幡宮の法上会っていうのは毎年ある恒例行事なわけなんですよ。10年に1回とかそんなじゃないんですよ。だから、その度に鎧を新調してたら大変な出費になるし、それにほら、武士っていうのは先祖代々受け継いだ武具の方が値打ちがあるんだっていう考え方があるから、それにも反するっていうことになって、もうお前なんか出てこんでいいって言って出資を差し止められちゃったわけなんですね。吾妻助光もバカ正直だけど、身分が低い御家人だったからこそ実朝様のお供ができるって言ってね、喜んで鎧を新調したんでしょうしね、
逆になんか偉いぞと思ったのにね、そんな実朝様のために伸長して頑張ろうと思ってるから偉いのに逆にめっちゃ怒られたんだ。なんか気の毒っちゃ気の毒なんですよね。誰か処分しないと示しがつかないから、吾妻助光は身分も低いし、吹けば飛ぶような御家人だったってことで、まあまあね、スケープゴートにされちゃったのかもしれませんね。こうしては吾妻助光は鎧をネズミにかじられるわ、実朝様のお供はできないわ、御所には出禁になるわでね、踏んだり蹴ったりの目に遭うんですが、問題の鎌倉事件簿はこの4ヶ月ほど後に起こります。正元元年12月3日、ちらちらとね、空から雪が舞い落ちる中、御所では酒宴が催されておりました。実朝の他にはね、義時とか大江の広元なんかがご相伴して参加してました。そんな酒宴の中、1羽のアオサギが飛んできて、御所の神殿の上に平戸が止まったんですね。これを見た実朝があれをいいよって命じたんです。なんか縁起がいいのに、なんかかわいそ現代人から見るとね、う。そういうふうに思うかもしれないんですけど、鎌倉武士からしたら鳥っていうのはただの狩りの獲物だっていうのもあるし、あとね、鳥ってね、昔からちょっと特別な存在なんですね。あの世とこの世を自由に行き来する存在っていうのかな。よくほら、神社に入る入り口を鳥居っていうのも、結局その、もともとそこに鳥が止まっていてっていうのがあるし、そもそもね、太陽の中には三本足のカラスが住むっていう、ヤタガラス伝説もそうなので、鳥っていうのは神様の使いっていう考え方があるんですね。で、まあ、ラットちゃんがさっき言ったみたいに縁起がいいっていう考え方もあるんですが、逆に神からの使い、死の不吉の象徴でもあったわけなんです。ね、鶴岡八幡宮の鳩っていうのがね、まあ、神様の使いっていうことでね、こういうね、変額にも書いてあったりするんですけど、神の使いであると同時に、吾妻鏡なんかでは頼家とか実朝の死を予兆する不吉な前兆としてもたびたび登場するんですよね。ということで、このアオサギも実朝君的には何やら不吉なものを感じたのかもしれません。だから色って命じたんだと思います。ところがこの時、御所には弓のうまい者がいなかったので、義時がね、先頃、お怒りを買って出仕を止められている吾妻助光を呼んではどうでしょうって、まあ、進言したので、すぐに吾妻助光が呼ばれて御所へやってきたんですね。吾妻助光は勇躍してね、引き目の矢っていう、かぶら矢って言って、この先に矢尻のついてない矢を弓につがえて、アオサギめがけて、ひょっとこう、いたわけ。ですね、ところが矢はアオサギをかすめて遠くに飛んでいっちゃったもんだから、見ていた人たち全体が「あ、外したとほほ」とこう思ったんですよね。ところがアオサギはバサバサと暴れると、神殿の上から落ちてきたではありませんか。驚いた実朝が庭に落ちたサギを捕らえさせてみると、なんとサギの目から血が流れていて、それで飛べずにバタバタしていたってことなんですね。この時、吾妻助光が実朝に、サギが傷つかぬよう、矢羽がサギの目をかすめるよう狙っていました。狙い通りにうまくいられましたって言ったもんだから、実朝も見事な腕だって言って、むちゃくちゃ感心して、もちろん出仕差し止めも許されますし、それどころかね、吾妻助光に実朝の剣を下賜して再び側近として取り立てたというわけなんです。本当にわざとそういうふうに狙ったのか、たまたまなのか、いそやいや、こなかなかたまたまではね、やっぱ狙ったんだと思いますね。もともとやっぱり弓の上手でもあるので。詐欺自体は殺されなかったの？そう大な丈のよ。鍵も殺されないし、でもちゃんと捕まえたし、言われた役目もという見事な結末っていう感じになったわけなんですよね。夫。やるな。この後ね、吾妻鏡には吾妻助光が登場するってことはないんですが、別の伝承ではね、吾妻助光が岩櫃城っていう上野の吾妻郡、まあ今の群馬県なんですけど、これにあった城の城主になったんだけど、近くの山に住む妖怪のたたりにあって、そのせいで一族が絶えて、まあ名が途絶えてしまったんだ、なんていうエピソードがあったりもします。まあまあ、吾妻助光がね、吾妻鏡にしか登場しない謎な人物だったことから、そんなお話も生まれたのかなとは思うんですけど、どこまで本当なのかは分かりません。ということでね、今日の鎌倉事件簿は、弓の名手だったけど、馬鹿正直だった、吾妻助光のお話をさせていただきました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。Twitter もやってます。ではでは、ご視聴ありがとうございました。
詐欺の目は大丈夫やったの？ その後詐欺がどうなったのかはわからないんだけどね。せっかく生かしてね、捕らえたので、まあその後ね、どうなったのか、みんなで美味しくいただいたのか、それとも逃がしたのかはわかりませんけどね。詐欺って食べれるの？詐欺も食べた。当時は結構鳥とか肉食、鎌倉の人たちは京都の平安の貴族たちと違って肉食系なので、結構いろんなものを食べてるんですよね。鶴も食べたしね。割となんか江戸時代ぐらいまで鶴っていうのはお祝いの料理なので、江戸時代なんか肉食はしないんだけど、将軍様も鶴は食べるみたいな感じで、お祝い事の時には鶴は必ず出たっていう感じのね、料理なので、まあ鳥は割と、ましてや鎌倉の人たちはね、もう動物のね、イノシシだったり、鹿だったりっていうのがすごく好きな人たちだから、鳥なんかはもうバンバン食べるって感じですね。詐欺とか鶴だったら鶏ももは全然美味しくなさそうな気がする。さあ、食べたことないから味はわからないけどね。でもまあ、ほら、スズメとかハトとかよりは食べるとこ多そうだよね。スズメは一回なんか食べたことあるけど、骨骨しかったのだけ。そう、骨ばっかりであんまり身がない。ハトは美味しいけどね。あとはフレンチとかであるんだよね。ハトとかウズラなんかはね、フレンチであって美味しいけどね。サギとかツルはさすがに食べたことないな。なんかこう、丸焼きの時に足がビョーンなってそうなイメージだよね。足はね、ちゃんとね、折りたたんでるから大丈夫。そんな、そのまま足のやつでは食べない。足邪魔みたいな感じ。テーブルの上に置くときにあまりにも邪魔だからさ。なんかそのイメージが今あって、ちょっと邪魔っぽいなと思っちゃいました。まさかこんな発展すると。